はいどうもお茶です。皆さん明けましておめでとうございます。今年もギルティやっていくんでね、ぜひ見てってくださいということで、今日もシンでランクマやっていこうと思います。さあ23段、ちょっと3品なのが気になりますね。どうだろう、3品なのがちょっと気になりますが、3品で4品うろちょろしてそう。あー、カイか。本当にあの、シンでカイでは相手したくないキャラナンバーワンですね。空中ビークと、空中スタンと足払いがきつすぎる。で、ディッパーもきつい。ここ、とりあえず開幕立ちたい。これね、今ね、あの、ダウン取れなかったんですけど、本当は足払いに勝てるっていう選択肢なんですよね。足払い、オッケー。で、ここでバースト使わせるのでかい。ビーク。基本牽制は負けると思って大丈夫だから。あ、最後集団直ができなかった。今のがむしゃらでよかったな。あー、しっかり上見てる。これダウン取られて、うん、最終段直ができないね。これでね割れるという。今のちょっとやりすぎちゃったな。当たった。これ分かった。さあ1ラウンド取っていきました。大きいよこの1ラウンド。多分開幕ね演出とかに変えてくんじゃないかな。様子見変えてきましたね。俺が立ち合い振ったからもったいない。当たってなかった。やったー回線でこれあるとほぼ負け。もうね返せる手段がない。ここはゲージ貯めていきたいですね。ダウン取れた、ありがとう。これねきつい、ほんときつい。最近バータイができないっていう、やべ。やばい、うまい、それはうまい。さあ投げ。だがこっちはバーストある状態なんで、ちょ状況的には有利。足払い来そうだからちょっとバックして飛んできましたね。マイジャンプ、おいしい。減る。あ、これおいしい、超おいしい。これ早いされボディ、ほんとこいつ。OK、 勝っていく。23段相手に勝つのはでかいっすね。ここ最後ね肉食うか迷ったんですよね。俺はこの人信じた。この人肉ゲージ見てるからしっかり飛び込んできましたね。そこを俺が対空するという形で、俺はこの人を信じた。最後スタンはこういうことがあるよと。ただ空中スタンに対してね、あの押し置きができない。ほぼこれは肉食って OK。 やべ、おいしい。ここダウンの方で、うわー、ほんとこいつアイセルボディ行ってきた。だからリバーサじゃない。うわー、おそらく今昇竜警戒したかな。肉食いたい。やった、投げを狙ってきそう。 OK、 これでかい。昇竜、ここで金馬か。ガフ OK、 これ美味しすぎる。開幕足払い読み、これ美味しいね。暴れろ。暴れない、しっかり直側している。多分ね6回直側しないと割れないって知ってる方だと思うから。おっと、これはうん、コンボミスるな。
ご飯もぐもぐ。これはぴょん、しっかり対空してくる。投げ、これはなんか暴れたかったかな。これはこれで OK。 昇竜読みで今バックスしたんですよね。ガードしちゃうとゲージあいつ赤あるから OK。